出してくれます。イエーイ。お付き合いいただきありがとうございます。じゃあ今度はあの4人でやるこの麻雀をちょっとやってみたいと思います。どう違うかっていうと、抜け番があります。最初は、まあ、最高の一番ちっちゃい人が抜けて、その後からはあの補充した人が次抜け、で積もられた場合は積もった人の下茶が抜け番になるという感じ。例えばこの3人で打ってたら、リクちゃんが積もりました。そしたら下茶っていうのはジュンコちゃんになるので、ジュンコちゃんが次抜けで、アイちゃんが入ってくる、そんな感じでやりたいと思います。じゃあまず最初の抜け番決定戦、最後が一番強い人が親、一番弱い人が抜け、6 10に出ます。抜けなし。あ、抜けますよ。6以上で。お、強い。11。ちっちゃむけんざい。けんざい抜け越し。あ、やばい。やばい。2。2とかある？2。抜けなし。はい、よし。抜けなし。はい、よし。はい、よし。はい、よし。
ですね。あんまりないですね。そっか。回る寿司もいいですよ。じゃないんですよ。回る寿司、じゃあ回らない寿司行きましょう。クラ、クラ近いんじゃん。クラ、でも歩きは遠いよ。あ、そうなんだ。しかも雨ちゃう。雨？え、今日は雨じゃない？明日から。明日行かない。そうなの。危な。洗濯物干しっぱなしや。いや、今日は大丈夫。今日は大丈夫。よかった。よかった、溜まってたのも洗って干しといて。危ねえ。助かった。しばらくずっと雨やね。梅雨は明けたんでしょ。一週間ぐらい雨。台風？台風来てるらしいんで。台風の時期か。梅雨は明けたら台風ってどんな雨降るの。今年は今早かったもんね。え、梅雨も終わった。梅雨も明けましたけど。早いね。早すぎる。宣言しましょう、梅雨の宣言。早すぎません。そうね。お、あの、よいしょ。妻。あれ。いや、妻。妻。三個。バンバン。僕なし。僕が一。Yeah.
こちょこくれば、ね、意外と上がる。大三元は上がりそうだけど、大三元は抜かして経過されちゃうから、ね、まあ、周りの人によるというか、ね、泣かせてくれる、まっすぐ行くって言ってたら上がりやすいかもしれない。割れるかな。何本も気づいてないけど、2つ目ぐらいまで泣かしてくる、あ、やばいねみたいなで、そのまま上がりきっちゃう、うん、ありますよね。ありますね。見てるだけで一応笑われてる。それひどいな。
傍観は許さないシステム。危ないね。ロン。トン。バンバンバン。三番。三番。これ三つ増える。三つ増える。友達こうこですね、うん、合体して9点じゃないですか。9点に5点足して僕14点なんです。私5点防寒の見学料5点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 でいいです。子供が投げる5点。どんな感じでした？これありですよね。全然あり、全然ありよかった。僕も持ち持ちだった。青はもう叩けないと思って酸素を叩きました。まあダメならゆっくりとかして逃げようかな。なーに、私たち。そういう関係で、はい。こうやってね。まさか、こうやってるやつ。そう。お引き感はすんなり取れるけど、お引き状はすんなり取れない。わちゃわちゃする。あもう何でも仕掛けられるから強そう。すぐ先輩してるんで。
すそのなんかそうここ気に入らないですか。そう、ね、騒がしいね。あ、あんたもやみたいな。あんたもや。あと一個だ。すんごい騒がしいな。
るさんもだと、はい、結構ちょっと考えなきゃいけないとかどうしようかとか迷うこと多いじゃないですか、はい、これ人前に出るだけなんでやってる最中の会話は本当バカな中学生にバカな中学生の会話しかしてなくてサンサンニアスもどうぞオープンリーチです。お、来た、やめて、これだけ多いすぐに、ダサブロッキュまたサブロー。お、追いつくぞ。
いいような感じにすれば、結構集まりそうじゃないですか。覚えてますよ、もしかして。そうですね。来月もあるんですよ、SGA 杯が、はい。予選が7月10日にありまして、今、番宣してるんですけど。全然いいじゃないですか。全然いいじゃないですか。はい。梅田の。そういうの大事ですよね。だって、まあ、ほら、もうおっさんばかりで大会やる。何が目的だよみたいな。こんなこと言うとちょっとね、キャッキャできるじゃないですか。何が目的だよ。いや、そこまで言う。普通のおっさん同士集まっても、ね、まあ、お忍びもね、ぶっちゃけないじゃないですか。絶対関係なくできるので、賞金はとかそういう、そういう話になっちゃうから。予選あるんで、3日間に分かれて36名で1回の36、38で1月に決勝があります。おー、すごいすごいすごい。ちなみにビクちゃんも出ますらいで、じゃあ今月の10日は、あ、ほんと、はい、大会の選手、選手で出ます。チュッピン。出たりみんな運営したりですね。そうなんですよ。これだってむずいんですよ今。むずい、足りない、足りそうだ。先付け。当たらない。うん、当たらないっつ。リプちゃんの何が一枚だったらダメージ低そうだな。ガリ。まだ今夜で。1枚の勝ち、2、4、7、はい、
かわいい。急にガニ？どうだ？めっちゃショック。どっちもさ。そう。いい。カンパッソ。欲しい。いい。うも。おや。実はやばいのだった。いつもおや、バンバン。あ、バンバンの1枚。実は1。赤。Thank you.
青。いや、嘘。青。親。うん、親。一平子。バンバン。バンバン。一本バン。一本バン。赤が4枚。おー、でかいぞ。で、ここが1、2、3枚。3枚。OK。じゃあ、今日は出しましょう。ガチャン。はい、はい、はい。16歳を超えた。10。17。7。はい。サボン。はい。赤ガリッタ、ドラッタ。嫌だったこれ行くの。マジで。行けてた？行けってわかんない。当たってもいいんだけど。はい。なるほど。はい。さあどうかなこれ。どうでしょうね。どうかな。やめて。やめてって言ってなんかやめて。やめて。何入れる？何切る？何切る問題。ベタ折り意味ある？ここまで。もうまだまだいい。そこまでないです。もうちょっと順目があと深くなってからだと意味が。ピン。ピンソップ親日本は。あ、日本はない一個。一個。で赤が三つ。二三。つ。五が四つ。つ。ガチ。大きい。20。全然 OK ですよ。ローソン当たりだったんですけど、あそこは多分ローソン行ってスチーピー取っといた方が多分長い目で見たらそっちの方がいいと思います。やだ。抜け前からちょうど払わんでやつだね。
番目。楽しかったです。こんな降りない麻雀ってあんまりないと思う。そうですね、うん、もうなんぼでもでき
が鳴るし、大阪でも商店舗もじゃん。ちょっと SDA さんの、はい、リンパでちょっと練習もやりながらちょっとやっていただけるじゃないですか。そうですね、商店舗早め、早らすけど、広めて、広めて、はいはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。カジパラは明日はですね、お昼から、僕の一人展望配信をやりますので。ぼっちですよ、もう明日。ぼっちですか。ぼっちです。そちらももしよかったら、多分相手としてちょっとね、付き合いで、一人しかいないんで、対戦相手誰かやってください。よろしくお願いいたします。じゃあ最後はオープニングと同じ感じで締めますね。はい。カジャンの麻雀